奥太郎をね、欲しいんですよ。奥太郎、奥太郎、かわいいぞ。雪見ちゃんだって、これウルトラマン太郎なんじゃないの。はい、ではね、また行きたいと思います。奥太郎かフランソワ、来い来い来い。あ、ウサギ、え、なんかすごい、なんか目の色青ってすごくない？アマミンだって。へえ、そうさね。どっかの方言かな。チョコミントカラーですよね。そうさね。まあいいかな、可愛いけど。バイバイ。はい、ではね、また行きたいと思います。いた、誰だ誰だ。おお、またまた新しいタイプ。めっちゃ目キラキラしてる。クジャクだ、ジュリア。ほお、美人だね。めちゃくちゃ美人。嬉しいわ。やだわねって。おばちゃんか。なんかめっちゃ美人だけど、おばちゃん感がすごいですね。バイバイ。はい、ではね、またまた誰だ、次は誰なんだ。あー、ちょっとちょっとちょっと、ゆきちゃん、ゆきちゃん、この子も前いたんですよね。あら、なんだか運命を感じちゃいますね。だってやっぱ感じるか、記憶はないけど運命感じるか。さすがゆきちゃんだね、かわいいね。あ、久しぶりに聞いた、このなんとかっぺってやつ、かわいい。元気でね。でも元気そうでよかった。いやー、ゆきちゃんめちゃくちゃ懐かしいわ。かつてね、めっちゃね、感動の別れをねしたんでね、ちょっとね、そのいなくなった住民の中が結構思い入れがあるんだよね。まあね、今回はでもね、新住民を探してるんで、またね。いい子なんだよね、ゆきちゃん。ゆきちゃんほんといい子でさ、なんか猿っていう日にね、ちゃんとこのスライムナイトの掃除をねしてくれた、めちゃくちゃいい子なんですよ。難しいわ。はい、次の島に来ました。いや、前ね、いたゆきちゃんとさ、ロビンに会えたのはまたちょっとね、なんか感慨深いよね。おー、鳥だ、わしだね、わし、アポロ。なんかこの子よく見る気がする。なんかザ・アツモリって感じの子じゃないですかね、まあ、今回はね、ちょっと、はい、バイバイ。はい、ではね、これで21個目になりますね。いや、そろそろ出るんじゃない。なんかね、結構いろんなね、動物たちが出てきてたから、そろそろタコ出てもいいと思うんですよ。猿かな、あれは犬か、ベン。なんか結構ね、犬の子たちって普通の子が多いね。てか犬キャラが多いのかな。バウって、口癖もめっちゃ普通の犬だった。この子さ、何かに似てるよね。何かに似てんだよな。ミッキーか、これ。ミッキーなんじゃない。え、待って待って、この何、このあの、なんていうの、額の感じめっちゃミッキーじゃない。はい、ではこれで22回目になりますね。おお、馬かな、馬さんですね。あ、なんかすごい、なんか寝ぼけた顔している。デースケだって。よろしくね、ピロピロ。ピロピロ顔ではなくない。はい、もうね、結構出尽くしたので、動物の種類ね。なんでそろそろマジでタコ来てもいいと思うよ、流れ的にね。ハムスター、え、待って待って、なんかすごい個性的なハムスターだな。プロレスラーみたい。ドグロ、ドグロ、え、ドグロっぽくはないよね、なんかね。ドキ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 、あ、ドキドキか、ドキだ、ドキドキ、なるほどね。ドグーなんだこの子。はい、ではね、また探したいと思いますよ。パンダ、
って。ちょっとなんか、チャイナっぽい服を着ていますね。仲良くしてよ。ワオって。ワオってなんでワオなんだろう。はい、今度こそね。今度こそ奥太郎いるはず。あ、鹿ですね。あ、かわいい。トムソンだって。運命かもしれないよ、ガゼン。ガゼンって口癖なのか、果たして。え、なんでガゼンなんだろう。あれかな、なんかガゼル？ガゼルっていうなんか鹿みたいな動物いますよね。鹿なのかな、あれは。多分鹿みたいなやつでガゼルっていた気がする。多分それだと思いますね。はい、ではね、26回目ですね。足見えるかな、足。なんだあれは。猫か。猫ツタンカーメンだー。ナイル。ナイル川だから。そうだね。よろしくね。クフフ。え、なんかさ、額にさ、蛇みたいなのがいてめっちゃ可愛い。いや、私ね、ちょっとふと思ったんですけど、落とし穴の種で落とし穴作ると、うちのね、住民の人たちってみんな引っかかって落ちるんですけど、ここのね、この住民じゃない子たちって落ちるのかなと思って、ちょっとね、やってみたいと思います。なんかこの子ちょっと高飛車そうだしさ、なんか穴とか絶対落ちたことないと思うんで、ちょっとね、落とせるかわかんないけど、ちょっとね、どうでしょう。落としてみたいと思います。どうだどうだ、あ、あ、めっちゃ怒、あれあれで、これさ、怒ってさ、もしかして島行かないとかあんのかな。あ、なんも無反応。さすがですね。さすがナイル様。もう落とし穴に、ね、落ちたことなんてなかったかのような。すごーい。あ、落ちるんだ、ちゃんと。なるほどね。いやー、でもね、ぶっちゃけね、落ちないと思ってました。うちの島の住民じゃない子は。なんかごめんね。はい、さっきはね、マイルを使ってナイルにね、会えたんですけど、次はね、誰に会えるかな。また個性的な子いたね。またピンクのヤギだね、これは。え、なんかちょっとユキちゃんっぽい感じ。そばかすあるし。ピティエよ、だって。ピティエ。何ピティエって。え、ピティエ、あ、待って、わかった、ピティエじゃないこれ。なんかさ、メガネかけてるし、なんかちょっとザマス系な気がする。え、これ口癖ザマスなんじゃないかな、これ。え、ピティエだ、ピティエ、やばい、なんか。あ、絶対そうだよ、絶対そうだよ。ザーマス惜しい。あ、でも、もう今ので確信。あ、絶対これピティエだ、ピティエ。あ、でもなんかこういうさ、PTA が一人いたらさ、島の秩序がすごい守られそうな気がする。でもなぁ、でもなんかみんな自由人だからなぁ、うちの島の子たち。ちょっと怒られるのかわいそうだから。まだ、ちょっとうちにはね、PTA はいらないかな。はい、ではね、次の島に来ました。え、なんかね、もうちょっと見たことない子いたらね、ちょっと名前当てようかな。なんかいける気がするわ。カンガルーだね、ピンクのカンガルー。ピンクのカンガルーかわいい。え、これさ、待って、お得じゃない？だってこの子さ、島に来たら2人来るってことでしょ、子供と。てかこれお母さんっぽいな。ママじゃない、ママ。ママンだと思う、私。ママン！あー、マリアか！そっちかー。なるほどね。マリア。マリア。え、なんだろう、口癖。え、でもなんかもう、ですわかな。やっぱマリア、聖母マリアみたいな感じで。え、なんか子供のさ、頭叩いてない？めちゃくちゃ。高速でさ、頭叩いてない？かわいそうだよ、ちょっと。いいのよ！あ、そうだね、なんか、いいのよ、なんでも、いいのよ、みたいな。あー、マリア感あるわ。なるほどね。バイバイ。はい、次の島に来ました。今度どんな子いるかな？なんだこれ、ウサギ？あれ？なんだ、忍者？忍者だな、これは。え、これ完全に忍者だよね。これはあれかな？モモンジャじゃない？桃色の忍者で。どうだ？ももちー！ちー！なんでももちなの？あ、しかも男？オイラも？オ
イラ持って、ももちって名前で男なの、びっくり。あ、待って待って、口癖ね、口癖はね、なんだろうな、いやもうももちってさ聞いたらさ、もう許してにゃんかなって思っちゃいますけど、まあ、うさぎだしね、忍者だからにんにんとかかな。待って待って、私やばいやばいやばい、待って、びっくりした、当たったー、やばい。確かになんか筋肉キャラなんだね、この顔で筋肉キャラか。うわーいいね、ももち、ももちいいね。私なんせねももち好きだからね、あの許してにゃんの方の。待って、でもこの子めっちゃ可愛いよ、顔めちゃくちゃ可愛い、でも名前も可愛いしさ、口癖当たったしさあ、これちょっと悩むな、この子欲しい感あるな。いやでもね、ちょっとね、ちょっとまだね、名前当てゲームをしたいちょっと乗ってきちゃった。はい、ではね、次はもう名前もバシッとね当てたいと思いますよ。次はなんだ、おおー、なんだあれ、なんだあれ、誰誰誰、え、あ、ちゃちゃ丸っぽいけど、まあ違うよね、あ、茶色いわ、え、なんだこれ、え、なに、むずいなこれ、これ待って、むずいな。でもなんかこれあれじゃない、なんかあのどっかの国の感じだよね、メキシコ、何、待って待って待って、メキシコかなこれ、なんかメキシコっぽいよね。で、羊でしょ、え、待って、なになになに、なんだろう、タコス、タコス、え、でもタコいるしな、普通にタコがいる中でこの子にタコスとはつけないよね。え、なに、ケバブ、ケバブ、待って、ケバブ、ケバブじゃない、肉、待って待って、やばいやばいやばい、茶色いもん、肉だもん、え、待って待って待って、この子さ、頭ハンバーガーじゃん、ハンバーガー、じゃあケバブじゃないわ、ケバブじゃない、危ねえ、もう私完全にケバブだって言おう、もう話しかけようと思っちゃった。え、待って待って待って、これ服もさ、ホットドッグじゃない、え、待って、余計わからん、余計わからん、え、待って、さすがにマックとかモスとかじゃないじゃん、え、なんだろうな、なんだなんだなんだ、なんかジャンキーな、あ、ジャンク、ジャンク、ジャンク、ジャンキー、ジャンク、ジャンクフードだから、いや、ジャンキーもあんだよな、いやでもね、この女の子だと思う、これジャンクだな、行くぞ、私はジャンクで行く、ジャンク、ウェンディー、全然違う、待って、どっから来たウェンディ、口癖はなんだろう、え、でもお肉だからさ、にくいねとか、とダポテ待って、前髪ポテトだ、うーわ、気づかなかった、髪ポテトだわ、すげえ面白い、でもうちにはいいや、バイバイ。はい、ではね、次はどんな子がいるんでしょう。あ、待って、狼だ、え、結構美人系の狼ですね、え、かわいいぞこれ、サングラスしててめっちゃなんかバカンスって感じの子ですね、え、なんかパイナップル柄の服着てるわ、パインだな、これは、あ、これは絶対パインだわ、なんかバカンス好きそうな女の子で、あ、ほらほらほら、前髪も黄色いし、これ絶対パインですね、パインちゃん、モニカ、モニカ、なんでモニカ、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 サンタモニカあるよね、旅行先南国のなんか名前あるんじゃないかな、サンタモニカって聞いたことある気がする。え、口癖なんだろう、え、口癖がパインかな、え、そんなことないのね、なんだろうな、サンサンとか、え、あ、サンサンとかなんじゃない、あのね、南国の照りつける太陽的な、サンサンでいこう、あは、あは、アロハ的なね、あー、そっかそっか、あ、待って、アロハはいけたな、これ、アハはね、ちょっといけなかったかもしんないけど、アロハはちょっといけたかもしんない、悔しいな、ちょっと、え、でもさ、美人だよねこの子ね、可愛い、私狼欲しかったからさ、え、この子いいかもしんない、え、私本当にね、狼の住民欲しかったんですよ、でこの子さ、すごいなんか狼っぽいというか、なんか綺麗、美人だよね、うちの島美人系いなかったからさ、え、ちょっとこの子マジでいいかもしれない、ちょっと奥太郎はね無理だったんですけど、え、でも私狼の住民欲しかったので、ちょっとこの子、この子にします、
うちの島で新生活どう？うん。え、待って、めっちゃ可愛いかも。いいね、いいね。やったー！ウェルカム！うん、そう、たぬきちがね、全部やってくれるから。え、待ってるね、待ってるね。え、やったー！嬉しい！狼住民をゲットしました。まあ、奥太郎はね、残念ながらだったんですけど、まあ、またね、島ガチャの機会あったら奥太郎をね、また探しの旅に出たいと思います。はい、ということでですね、ここもねご制約になっているので、後日さっきのモニカちゃんがねうちの島に来てくれます。めっちゃ嬉しい。あの、本当に狼欲しかったんですよね。まあ、ただ奥太郎も欲しいので、またねマイル貯めて奥太郎探しの旅にも出たいと思います。その時にはね、あの、また口癖と名前当てをゲームをしながらねやっていきたいと思います。はい、こんな感じでゆるゆるとやっております。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますととっても嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。